ここは猫が住む町、キャットストリート。おや、どうやら困っている猫がいるようです。困ったにゃ。どうしたの？僕たち猫の魅力を人間に知ってもらうにはどうしたらいいかにゃ。そうだにゃ。そうだ、ここに人間たちを招待しよう。キャットストリートに人間を？たまにはいいでね。それじゃあ人間たちを招待してくるよ。行ってきます。ジグザグに通っていきます。
ビールのマッタジャンプ。さあ、どう一歩目。オッケー、二歩目も。バッチリ、三歩目。お見事、できました。さあ、ご協力ありがとうございます。輪っかはお席の下に戻してください。それでは難易度を上げていきましょう。次は、こちら。この輪っかを使って、四角さの上がったハイジャンプに挑戦です。それでは、ビアとエール、輪っかをよく見て。とっても器用な前足を持った動物ということで、次はこちら。この2つのボタンを使って猫にいろいろな質問をしてみたいと思います。それでは早速挑戦する猫を呼んでみましょう。私の後ろから登場、ミヤコ。さあ、茶色いメスがやってきました。やってきたのはメスのミヤコ、種類はミックスです。それでは行きましょう。みやこちゃん、今日の調子はどうですか？ブブってあまり調子よくないみたいです。じゃあマイペースに行ってもらいましょうかね。みやこちゃんの好き嫌い聞いてみようかな。みやこ、お願いみやこちゃん、私がいつもあげてるキャットフード美味しい？早いあまり美味しくないらしいです。ごめんなさい。わかりました。今あげてるのお肉なんですけど、お肉の方が好きってこと？どう？お肉の方が好き？なんで？何も好きじゃないらしいです。らしいな。でもね、私絶対丸をしてくれる質問を考えてきました。これ違う、赤い方での、赤い方の。そう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 。準備はバッチリ。私のこと好き？なんで？おかしい、もう一回いきましょう。私のこと好きでしょ？なんで？はい、じゃあこういうことに、ね、私のこと大好きなんだよね。はい、できました。みやことはここでお別れです。皆様もう一度大きな拍手をお願いします。バイバイ。彼女とは後でしっかり話し合っておきます。さて、猫というと動くものを追いかけるのが大好き、狩りの本能を持っていますということで、次はこちら。このボールを使ってハンティングを披露してもらいましょう。ハンティングは一瞬です。見逃さないようにしっかりと見ていてください。それでは呼んでみましょう。ウーロン、やってきたのはベンガル、名前はウーロンハンティング。大成功できました。さあ、それではもう一度行きましょう。今度は向こう側に向かって跳ねるボール、どうだ。ハンティング、大成功となりました。さあ、それでは地面を転がる獲物は簡単に捕まえることができたので、難易度を上げていきましょう。空中に浮いている獲物ならどうでしょうか。猫の体のバネを使って高いジャンプでハンティング。 OK、 できました。迫力満点のハンティングを披露してくれましたベンガルのウーロンでした。バイバイ。どんどん行きましょう。猫というと優れたバランス感覚を持っていることでも有名ですよね。ということで、次はこちら。小さな丸太、4つの足で乗りこなしてもらいましょう。丸太乗りに挑戦です。じゃあ丸太ここに出てしようかな。近いですね。カメラの準備はよろしいですか。さて、この丸太乗りに挑戦する猫、自分の出番が楽しみです。ステージのどこかで待っていたようです。皆さん、どこかで猫見てませんか。出してみて。どこ？あの猫は寝てるだけです。違う。ほらほら、ほら、いるんじゃないですか。他、探してみて。足音が近づいてきました。見てました。ステージ中央の穴から登場、やってきたのはラパーマ。お名前はラパと言います。ではラパちゃん、皆様にかっこいいバランス感覚を披露しましょう。この丸太に乗ってみて。そう、乗って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 、惜しい。もう一回、ラパちゃん、こっち乗って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 。
今度はこっちでタパちゃん、なんだか笑われていたので、もう一回いきますよ。さあ乗ってみて、この丸太に。タパちゃん乗って、そう乗って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 、ほらどうですか皆さん、見てください、ほら何回見ても二本足、後ろ足サボってる。だってヤコロがして転がして、ここまで来たところで丸太乗りならぬ丸太でした。丸太片付けてみましょう。さすがにこの丸太だと小さすぎて乗りこなすの難しかったみたいですね。大きいものを準備しましょう。次に使うのはこちら。おお、大きなボールが出てきました。ボールが出てきたということは、ラタちゃん今度は玉乗りに挑戦です。じゃあボールここにセットしますよ。自由気ままですね、帰っちゃいました。もう一回呼び戻します。皆様、あの穴にご注目。ラパー、きっときます。覚えてますよね、さっきの小さい猫、ほら足音が聞こえてきました。見てて見てて、キュ